ってるだけなんですよ。グリーンじゃない、はい、グリーンじゃないんです。じゃあただ一旦やってても大丈夫ですか？全然大丈夫です。はい、もっとやばいのって、ね、もっとこの怖くだって強制福岡じゃないですか。あ、確かに。どこだっけ？あれ、生まれは。生まれ？書いてないの？コロナで帰れないです。確かに。ちゃんとキャロに送ってもらう。生まれてからすぐこっちで住んでるんですか？いや、2年前に行きました。あ、そうだ、2年前。日本語めちゃめちゃ上手じゃないですか。頭いいな。みたいな感じだ。顔の色がついてる。だから今日平。顔映ってないや。うん。挨拶してください。すごいすごい。ユキの活動すごいな。自己紹介お願いします。こんにちは。どんどん表参道店の副店長の皆さんと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。彼女の自己紹介を、うん、こんにちは。こんにちは。チェッキです。チェッキです。チェッキ、チェッキ、チェッキさん。チェッキさんです。チャッキーさんの強みは何ですか？強みですか？はい、カラーじゃない？カラー、カラー、カラーうまい。カラーでお願いします。カラーうまいですね。今日はチャッキーさんに、はい、カラーをしてもらいに来ました。え、俺も？私え、俺誰？俺の存在は？菅さん、来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。菅さんはカラーの知り合いです。え、嘘？友達ね。あの共通の友達が、共通の友達がいます、うん、いるので仲良しの、そうですね、うん、今日あのやった後の写真を見て皆さん判断してください。怖い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 。結構プレッシャーすごくない？こっち結構怖い、うん、俺らのプレッシャーやばいよ。すごいね。それではまたです。バイバイ。皆さんがトリートメントめっちゃいいのしてくれるんですって。今日は3日よろしくお願いします。ありがとうございます。津田さんが5月からいなくなるっていう。そうですね、あと2ヶ月ですよね。泡立ちめっちゃいいから結構持ちますよ。あ、そうなんです。本当になんか泡立ち最初にシャワーでしっかり流してあげたら、それで意外と汚れて落ちてるんで、はい、でそれでシャンプーちょっとつけてあげたらめっちゃ泡立つく。泡立つから泡パックして、あ、何分間放置してみたいな。あ、放置しますからサラサラ。え、本当ですか？本当です。マチプラしてて、うちの会社なんですか？マチプラ、プラスチック、はいはい、このほどじゃなくてもいいんですけど、こう詰め替え、あ、詰め替えをも作ってるんですかね。そうそうそう、詰め替えて、なんかちょっとだけ安くなったりとかさ、プラスチック減らすために買い買って、そのボトルを何回も。長いから、大変ですよ。そうです。ずっと伸ばしたいんです。土日休みです。テレト初めて見ました。あ、携帯ニュースとか多いよね。ただ、ただ iPhone の機種はみんな
高いやつだ、あの数字が。ヘヨンって出る。ヘヨン。ヘヨンって言ったら出ないですよ。登録しました。ノーノーチャンネル。ありがとうございます。え、すごくない？広告ついてる、すごい。これですか、すごい。しっかりにやってますね。これ自分で編集するの？そう、自分で編集して。携帯で？あの、アプリでできます。携帯の？すぐ、はい。え？クオリティ高くない？え、俺しっかりめになんなら再生回数とか。え、津田さんもやってるんですか？これ YouTube やってるよ。え、教えてください。津田まさやでやってて、これ三つがまさや。本名でやってるんですか？本名、本名。あ、ごめん。多分自分のチャンネルでしたら。これじゃないの？そっから入れます。チャンネルってところを押して。あれ？え、俺やってるよね、チャキ。俺やってるよね。はい。だって、バズったもんね。去年の実績期間中に。そう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 、少なすぎても嫌やね。わかりました。じゃあ先行きます、行きます。あ、めっちゃ長い減りました。全然長い。うん、こっちの毛は、この毛あるから。あ、そう、この毛はダメ。この毛はこの内側をまた引っ張る。この内側の毛をまた。あ、そうしたいです、そうしたいです。行きます。はい。この内側の毛、この毛これ敏感めのがいいんじゃない？え？巻くんですか、結構ゴリゴリに。髪の毛。ああ、でも雨だったら巻かないかも。雨だったら。うん。あ、そうです。そんな自然な感じがいい。全部落ちる。うん。あ、そう。あと、オイルこうつけるじゃん。ここちゃんとね、根元立ち上げてさ。根元。多分根元が立たないかも。根元が立たない。見たんですけど、あんまうまくいかなかったです。いや、どうですか？絶対後でマスク取って写真撮る。え、嫌なんですけど。何？その巻き好きです。これいいやん、丸巻き。あ、そう、これだって韓国の主流じゃない？そう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 です。いい感じ、いい感じ。超可愛いです。モエティグリ今はもうこれだよね。あ、そう、可愛い。やっぱ津田さんは分かってますね。いやいやいや、おっさんだよ。28歳です。これ、何巻き？これ一周からして。え？カラシです。うん？カラシの中。もう終わったでしょ？終わり。後ろでちょっとシャンプ台で揉み込んだらめっちゃ崩れそう。あ、いいよいいよ。え、大丈夫？うん。来ます。私。ここまで。ゆるい感じなの。あ、そう、私がやったらいつもなんかこの跡がついちゃうんです。あ、折れやすいよ。あ、そうそうそう、折れ跡が。
けかわいい。じゃあ Vlog にする。そう、携帯変えない。変えます。みんなに言われてます。あの携帯、あの Vlog はさ、絶対 iPhone7 と10で。そういうの、いつからの携帯に買いに行こうと思ってるんですけど。マジ忙しい。菅さんってでも毎日働いてるの？いや、もう本当に俺はもう本当に時間がもう取る機会だ。そっちの方が多分忙しいです。10分とかでも自分の中で休み日がずれるとマジでいいから自分のせいだ。言ってましたよね、でもその2年前に。本当にすごいな、そうやってなんか自分が好きな仕事をするっていうのが。そう、好きな仕事にしたの。羨ましい。まだ6ヶ月ぐらい。そうなんだ。髪が傷んでた。あ、なるほど。何もしなくてもなんかこうなったらめっちゃいいのね。難しいよね、そこら辺。かわいい。いいね、マスク。ちょっと待ってて。ゆうちゃん、かわいい。髪の毛かわいい。菅さん、ありがとうございました。落とす。またね。また任せてください。もう5月から福岡に行くらしいです。確かに福岡来てください。名前は美容室の美容室ブルームです。ブルーム、ブルームです。来てください。え、店舗は天神と天神、いや、最初天神だけ。あ、天神だけですか。そう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 。天神のブルーム店に行くらしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャッキーさん、チャッキーさんにやってもらいました。はーい、はーい、ありがとうございます。すごいな。ありがとうございます。